エンケンくん、はいはい、ジャンくんから、ポンちゃん、ポンちゃん枕、ジャンくんから、ポンちゃんから、はい、チャコちゃん、全然出る気まだないみたいだけど開けますよ。そしてポンちゃんから、ポンちゃんじゃなくてチャコちゃんだったけど、チャコちゃんから、シオンくん、シオンくんさ、今飯食ってるけど、はい、顔の大きさだいぶ違いますね、あなたたち。うん、インスタ撮るときはね、後ろに下がった方がいいよ。明日お出かけだよ、チョコちゃん。楽しいお出かけですよ、明日は。いいですか、たくさんお友達に会えますよ。まあこれですね。でもチャコちゃん入れてるときにシオンくん気がつくだろうな。まあいずれにしろ二人がかりでやらないと思うんだね。そうかな。まあケージから出さなければね。チャコちゃんってまだ自分がそれに連れてかれるって気づいてないから。前回もシオンくんだけ入れて、シオンくんだけ行って。チャコちゃん、あれ覚えてないかな、病院に行くと。でも病院の後にもこの辺、なんか多分、まあシュンくんがやられてない。どっちかっていうとシュンくんの方が何かあるから、まあね、もう嫌だろうね、絶対チャコちゃんやり始めたら、あ、次自分って思うと思うよね。はい、割とすぐご飯出しますからね、君たち今日は、ね、あんずちゃんいらっしゃい、割と普通に出てるね、ビビらずにそこにいられる。はい、あ、戻る。そういう場合はこれがあるよ。
フラッシングしたらいっぱい取れた。ブラッシングするとツルツルになるね。ツルツルになった、うん、これがアンズちゃんのブラッシングした時の毛です。結構取れます。はい、アンズちゃんおいで。はい、アンズちゃん。はい、アンズちゃんご飯だよ。カリカリだけどね。はい、アンズちゃん。どうぞ。明日の朝まではカリカリでごめんね。ごめんね。はい、見てるね、アンズちゃん。もう乗らないの？変な食べ方。乗って食べていいんだよ。うん、しおくん。お水も持ってくるからね。あ、これなんか変な。で、後でやる。はい、しおくん、なぜ帰ってきちゃった？おずちゃん、おずちゃんじゃないや、しおくん。さて、しおくん来てくれるでしょうか。はい、しおくん、ご飯だよ。しおくん、ご飯だよ。しおくん、朝ご飯。後ろにいるよ。はい、おいで。おいで。おいで。で、朝ご飯だよ。うん、お利口さんね。
こ行くの。